皆さんこんにちは。賃貸の先プロジェクトキャラクターの岡津くんです。本日はサンサール7という物件のご紹介となっております。まずはこちらが玄関スペースとなっております。ゆったりとしたね、玄関となっております。そして、こちらの方にですね、収納スペースございます。こういう形でですね、仕切りがいくつかついておりまして、ハンガーパイプの方もございますので、お洋服もしっかりと収納がしていただけるようになっております。そしてですね、こちらがユニットバスのスペースとなっておりまして、トイレ、洗面台、お風呂という形になっております。真ん中にはですね、鏡もついておりまして、シャワーカーテンの方もね、つけていただけるようになってますので、ご入浴も快適にしていただけるようになっております。そしてですね、こちらがキッチンのスペースなんですけれども、手前の方にですね、嬉しい室内の洗濯機置き場がこのようにですね、確保されております。そしてキッチンの方が広々としたシンクと、IH のですね、一口コンロですね。また収納の方はですね、上下にこのように扉付きの収納ございますので、調理器具もしっかりと収めていただくことができるようになっております。そして後ろ側の方にですね、食器棚なんかも置いていただけるスペースがしっかり捉えてるんですけれども、こちら2ドアのね、冷蔵庫の方はすでにつけていただいておりますので、初期費用も抑えられて大変嬉しいですね。そしてお部屋とこちらのね、水回りとの間には扉の方もしっかりとございますので、こちらのね、引き戸の方で仕切って使っていただくこともできるようになっております。お部屋の方なんですけれども、こういう形でですね、大変清潔感のある明るい内装となっております。大きめのね、ベッドなんかも置いていただけそうな広さですね。また照明でしたりエアコンの方はすでにつけていただいておりますので、初期費用もしっかりと抑えてお引越しがしていただけます。そしてバルコニーの方なんですけれども、こちら南向きですね。こういう形でお洗濯物もしっかりと干していただけるようになっております。最後に若須くんよりお知らせがございます。賃貸のまさきではご来店ご予約をいただきますと特別割引キャンペーンを実施中でございます。奈良のもてなし奈良心賃貸まさきでは皆様のご来店心よりお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。